こんにちは、くまるいです。今日もアイスを食べていきます。今日のアイスはこちら、じゃーん、みつぼゆきのレアチーズ味です。微細氷のハーモニー濃密ソース、じゃーんです。はい、みつぼゆきいろいろ食べてきましたけども、やっとレアチーズにありつけます。はい、レアチーズ、チーズ系アイスめっちゃ好きなんですよね、最近。それに、ミックスベリーソースがかかっているそうです。はい。で、イメージはこんな感じで、こんな感じでなってるそうです。うん、なんとなくイメージがつきますね。なんとなくね。はい、で、黒っぽいつぶつぶはブルーベリー由来です。ということで、ブルーベリーソースみたいですね。はい、そんなことで食べてみようと思います。はい、結構ね、これうまくてあれです、ハマってます。今めっちゃ思いっきりソースが香りかかったんだけど、どういうこと、ソース香りかかるってどういうこと。はい、すごいね、ベリーのいい匂いがします。どーん、こんな感じ。はい、いただきます。よいしょ、でん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 、こんな感じで、やっぱスプーンの売りがこれも良いです。うん、レアチーズ感がある。うん、ヨーグルト感もあるかな。下のね、下に3層になってて、これブルーベリーと真ん中の白いところと、これこの一番上、ここがね、まだなんか違うものがあります。アイスかな。うん、一番下はなんだろう、チーズアイスかな。うん、バニラアイスみたいだけど、チーズアイスっぽいです。うん、美味しい、すごい、なんて言うんだろう、やっぱ氷とかき氷とアイスの融合。めちゃめちゃいいです、これ。このね、ソースがね、なんだろう、酸っぱすぎなくて食べやすい。うん、チーズ氷かな、真ん中のチーズ氷と蒸したと、やっぱソースが混じり合うことで程よいハーモニーを醸し出してる感じがします。美味しい、ごちそうさまでした。はい、今日はミスとゆきのレアチーズご紹介しました。うん、これね、3層本当にいい感じのハーモニー味わえます。うん、微細氷のハーモニーって本当にこのことでした。はい、ぜひ皆さんもレアチーズ味食べてみてください。はい、それでは。